さあ続いてはこちら今週末開催、美しくも不思議な新世界、富田より新世界透明標本展をご紹介してまいります。以前もですね、はい、ゲストに秋田県立美術館学芸員の小泉さんを招きしてご紹介いただきましたが、ね、はい、いよいよ作品展があさって9日土曜日から開催ということになりますね、うん、はい、さあこちら新世界透明標本展、秋田県立美術館で開催です。いや、なんかこの暑い時期に涼しい話題といいますか、ね、こうなんかもうひんやり感が伝わってくると言いますか、素敵な世界観ですよ ね色合いが本当に、ね、あのアートですよね、はい、なのでぜひ、ね、楽しみにお出かけいただきたいと思いますが、この作品を手掛けている富田伊織さんのプロフィールもちょっと見ていきましょう、はい、ね、1983年生まれ、北里大学水産学部水産生物科学科卒業で、北里大学在学中研究用の透明骨格標本に魅せられて独自に制作を開始されたそうです。卒業後上京し一般企業に就職するも、岩手県に戻って漁師見習いをしながら透明標本作成を続いたと。そして2008年新世界透明標本として活動を開始されて、その独自の世界観で一躍脚光を集めます。現在は各種展示会をはじめ写真集出版、講演会の透明標本をテーマに活動の場を広げ、日本国内はもちろん世界中で注目を集めていらっしゃいます、はいはい。西村さんはこの富田さんの世界はまだ覗いたことはない、はい、見てないんですけど、本当になんか楽しみですよ ね。あのなんか標本っていうと、うん、なんて言うんでしょう、言葉が悪いのかもしれないですけど、うんうん、なんかこう地味な ね、ちょっとこうカビ臭いような、ほうほう、ちょっと古臭いようなみたいな、あのホルマリン漬けのなんかね、理科室に昔あったみたいな、あ、そうそう、で全然違う次元のものですよね。こんなにあの生物が美しいっていうか、そうですね、標本が美しいっていうのはこれ理科系の方ですよね。だから、うん、でもすごいな、ものすごい、その生き物とか生物が多分お好きで、はい、ね、この世界を広げられた方だと思うんですけれども、ね、実際の作品、このような作品があるようですね、はい、これはイバラタツ、うん、タツの落とし子なんでしょうか、はいはい、まあ、タンパク質をその酵素により分解して肉質を透明にして、そして甲骨を赤紫、軟骨を青色に染色するという骨格研究の手法。これはあのなんていうんでしょう、あえてこうアートを目指して色をつけたのではなくて、うんうん、標本のスタンダードなやり方の中で色をつけてこうなっていくということなんですよね。生物によって色が変わってくると思うんですけど、面白いですね、まあ、そういったことをベースに、うん、透明標本の活動をされてるそうですよ、うん、大きさも様々でしょうしね、はい、これシラウオシラウオですね、涼しげですね。そう、この作品がですね、実際に見られますからね、うんうん、はい、まさに新世界、新世界、ドボルザークの音楽がこう流れてないですけどね、はい、感じがしますよね。さあね、あさってからということで今日ちょっとお伝えさせていただきましたが、来週7月15日金曜日に、ゲストをお招きして、はい、秋田県立美術館の方にですね、透明標本展の魅力をさらに、深掘りしていただきます。でこちらが日程になってますが、あさって7月9日土曜日から8月28日日曜日、午前10時から初日、まだ開催時間になってますのでね、はい、夏休みぴったりのね、作品展、作品展って言っていいのかな、うん、面白いです。はい、まあ、ちょっと暑いですけど、ちょっとね、図書、まあ、美術館とかで涼みながら、はい、はい、皆さん、避暑地でゆっくりとご覧になってみてはいかがでしょうか。以上、お知らせでした。